なあ、よく聞け。よし、行こうぜ。前にホールドアップにはシャツマリおい実際さてじゃあ敵ダウン効果すごいじゃないか。まあそういうことだ。ごめんね。あれ予想外の展開。いや、そういうことなら仕方ない。もう行っていいぜ。マジ？残念だが、もう！何？すっげえ！我は何時？何時は我？なんだよ今の。何が起きた？一歩突進だ。マジか！？それまさかお前シャドウの姿や力をペルソナとして取り込んだってのか。ペルソナ奪え。つまりお前一人で複数のペルソナを使えちまうのか。すげえな。なんだって？よっしゃ！暴いてやる。何者だ？どんなに殺し打ち？よし、これは先生だ。ガルス！いただいていく。画面の変動に行くぞ！邪魔だって。よっしゃ、次次！鮮やかな勝利だ。さて、正体を見せろ。
先制攻撃チャンスだ。いけ。おっと動くんじゃない。どう？暴いてやる。何者だ？俺はどうするつもりだ？先制攻撃チャンスだ！やっちまえ！だっせえ奴ら！鮮やかな勝利だ！うん。俺の敵じゃねえぜ。おい、これ。ここ、さっきんとこ。てか、なんなの？坂本の言ってた。姫。ん？姫！なんか前よりシャドウ多くね？ここまで来るだけで。お前らが鴨志田挑発したせいだからな。にしてもかも。お宝盗むって。慌て、潜入ルート。お宝のありかまでのルートだけど、やりと。お前記憶ねえっつう割にはそういうことだけは覚えてん。こいつ。そんな風に思ってたの？大げさなこと言って。そんなはず。しかし姫、侵入者の反応を。何でもいい。そうだ、終わり。俺なんだっけ。スカルだ。やべえぞ。早っ。アンドロがお前らの知り合いのシャドウに連れてかれてる。はあ？いや、さっきおい、アンドノがナビを持つ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。
正体を見せろ。さて、手応えねえな。こっちだ。いいか。よし。なんなのこれ。マジで警察呼ぶから。そいつが侵入者か。鴨志田？誰そいつ。てかここ何？なんで学校がこんなになってんの。こんなの俺の案と間違うからな。怯えてるのか。その格好正気。いいんだよ、ここは俺様の城、欲望の世界なんだからな。何それ、こんなの風俗とかってやつでしょ。息のいい奴隷だ。シャレになってないっての。ふざけんな鴨志田。ふん、俺様に意見してるぞ、どう思う。口答えなんて許しちゃダメです。というわけで処刑だな。どうやって遊ぼうかな。マジひでえ、部員の女子のこともこんな風に見てやがったのかよ。おい、あれ高牧、これからお楽しみ。こいつ何なの。てめえ何回来るんだよ。どうせお前もそこの族どもと。けどお前が相手してくれないから代わりしてもらったんだよ。ふざけないで。やめろ。それ以上動いたら即。くっそ、お前らも見ていけよ、解体しよう。やだ、やめて。まずは服からバラしちゃう。やだ先生、ドエロすぎ。おい、どうすりゃいいんだよ。高巻。最初からそういう顔してりゃいいんだよ。え？そんなの嫌だ。そうだよね、こんなクズに。どうかしてた。だからよ。うるさい。もうね、無理。マジでムカつきすぎてどうにかなっちゃいそうよ。まったく出番が遅すぎる。お前が立ち向かわないで誰が恨みを晴らしてくれる。許す気なんて初めからなかった。お前の中のもう一人のお前がそう叫んだ。我は何時何時か。やっと契約結べるね。聞こえるよ、カルメン。分かった、もう我慢しない。そうよ、我慢なんかしていても何も解決できない。分かったのなら力を貸してあげる。
私、あんたなんかが好きにできるほど燃やすようなじゃないから。こいつ塩から全部奪って踏みにじった。あんたは許さない。あんたの全てを奪ってやる。これ以上好き勝手な真似はさせん。もう我慢はしないっての。好きにやらせてもらうんだから。行くよカルメン。鴨志田様の愛情を理解。女を欲望のはけ口ってしか見てないクズ。行くよカルメン。お前、なんで入ってきた？つうか、どうやったんだよ。おい、レディに対してそれはないだろう。大丈夫か、アンドノ。アンドノっていうか、これ何？生き物？ねえ、ここどこなのよ。落ち着け、大丈夫だ、心配ない。落ち着けるわけないでしょ。あれ私、なんでこんな格好してんの？いつの間に。嫌だ、何この。はぁ、何言ってんの？意味わかんない。こいつは参ったな。すぐに追ってかくれ。仕方ない。これからって時に邪魔しやがった。ほら、お前そ。どっちがいい？炭酸じゃない方。どっちも炭酸だ。じゃあ。ほらよ。我が輩のは？え？猫のくせに？少しは落ち着いたか、アンドノ。モルガナだっけ？私。猫と喋れてるんだね。あーごめん、猫じゃないんだよね。混乱して当然さ。いきなりあんな目にあったのに、すぐ理解しろって方が無理だ。正直まだ信じらんない。それにアンドノの反逆の意志だ。それがあればあの世界で戦える。あなたたちの話が本当なら鴨志田を改心させられるんだよね。あいつ自身の口から。被害に遭ってる党のバレー部員もだんまり、教師も親も見て見ぬふり、俺らみてえのが騒いだって握りつぶされんのがオチだ。これにかけるしかない。だったら私にもやらせて。司法。今さらっと私にもやらせて連れてけって意味か？足手まといみたい。おい、我が輩も賛成だ。大丈夫、我が輩が守ってやる。
ダメって言っても一人で行くから。そっか、こいつ一人で入れんだった。断る方が危ねえのか。ったく、しょうが。決まりね。私は絶対、志保だけじゃな、もう誰一人、私にできる。怪盗行為なんて危険なこと、成功法だけでやっていけるとは思えない。周りの目を欺く演技、聞こえてるなら答えて。我は汝、汝は我。ちぎ、我。よし、行くときは声だね。じゃあ、モルガナもこちら。いい、しかも友達を。おいおい、てか、これからはこのメンツですぐ集まれた方がいいよな。こういうことを話せる。アジトか。学校の屋上がいいな。人も来ない。パレスの中じゃ連絡取れないからな。我が輩、こっちに残ってやる。というわけで、我が輩じきじき。任せた。うち絶対無理だから。まもなく電車が参る。ほんじゃ、アジトも。じゃ、我が輩の滞在場所を確認しに行く。拾ってきたんだ。居場所、うちは飲食店だぞ。動物はねえだろ。けど世話する生き物がいりゃおとなしくしてるかもし、しょうがねえな。ただし開店中は騒がすなよ。俺は一切世話はしないからな。ここの上司か？お前を廃屋に押し込めてる割には話の分かる親父だったな。と言っても普通の人間には猫の鳴き声にしか聞こえんみたいだけどな。まったく。お前皿洗っとけ。ところでモルガナ？ああ、名前つけてやろうかと思ったんだがな。ご主人はお前よりも我が輩を気に入ったようだな。まあ、鴨下の牢獄に比べれば天国か。お前ら、いつか聞いたよな。我が輩、正直言う、異世界の歪みにやられて。だから、人間様だ。元から猫ならなんで喋れんだよ。歪みのせいで本性をなくしたのは、ま、だから方法だって大体。そういや、言っとくけど、
ただで世話になる気はないぜ。ギブアンドテイクだ。実は我が輩、おっと、お世話するのとどうよ。いいへ。あらゆる場所への巧妙な潜入と特殊な道具を使って答えて。よし。潜入道具のことは。ところでお前、あの力よーし、ペルソ、お前がどんな経験を、有能な奴らと知り合いで、こ、お、oh?